イエーイ。なんかお腹空いてきた。コンビニ行ってなんか買えばよかった。あ、すいません。そうやねんなーっていうコメントから始まった、うん、今日は握手会ありがとう。こちらこそありがとうございました。おつおつ、イエーイ。なんかね、ショールーム2回あったんですけど、ツイッターのリプで13分か14分しかしてなかったよって来たから不安で、やったつもりだったんですけど不安だからまたやる今日はありがとう。こちらこそ初見です。ありがとう。こんばんは。こんばんは。お疲れ。みんなもありがとう。メガネどこ置いた？ここ。あ、そこね、これつけてい い, い, い自己配信になるいや、見て見て、コメント読まれへんわ。あ、やば、めっちゃ私今ルリちゃんの顔見えへんアンタンメガネやばい。返せ。目が疲れる。あ、目が2倍になった気分になったわ今。はい、はい、一瞬いじりやって、うん、事故失礼。そのメガネはやばい。急にばあさんこのメガネどう合ってないから買いに行かなあかん。アンタンメガネクソじわる。アンタンいるの？いるよ。今アンタンとユーミンの部屋に来てます。アンタン今すっぴん？すっぴんぴん。全然。昨日そういえば夜ピザ総選挙みたいなやってたで。マジで？あんたん顔出してやって。はい、何して遊んでるの？まだ遊んでない。これから遊ぶ予定なんですね。そばだった。ね。そばだった。ね、ユーミンさんピザ頼みたくない？今から？いらんやろ。嘘やろ。なんかマジで言ってんの？ミニオンやってるよ。やってミニオン。出てんの？眠るぞ。あんたんのすっぴんはアウト。イエーイ。きたー。あと一人誰？石田のゆみ。ちょ、誘われてない。でもピザ配達してもらうにあたって配達していいかどうか聞かなきゃ。え、そうなん？ホテルでピザ配達ってやばない？マジで？そうなん？勇者やな。あれじゃない？前にさ、有利とかやってなかった？やってた。楽しいな。え、私んち家でもピザやったことない。マジで？うん。やるわ、私昼とかたまに。全然そんなんない。なんかちゃんとイタリア料理屋さんとか行ってピザは食べるけど、うん、あんまそういう配達ピザとか頼まへん。なんかあのすごいチープな味が好き。作る早もんなってきた、うん、そう作っちゃうな。うちはコストコのピザに、あ、でっかいのすごいよなあれ、うん、モッツァレラチーズ乗せてチンしたらめっちゃ美味しい。へえ。分かった、バナナ食べるわ。あ、狙ってきた。え、あんたん、あんたんカラコン入れてる？入ってない入ってない。ほら、これはあかりちゃんのライト。ね、ユーミンさんのね。すごい顔。何なんですか？これはね、炭酸のやつで、うん、炭酸ホイップマスクパック。へえ。もなるし、肌白くなるし。パック？シーザーパックな。あ、なるほどね。あとニキビの跡も消えるって。へえ。どこでほんまにな、これな、めっちゃ少ないに売ってるところが。やって。後でちょっと商品名教えてください。いいや。
そのまま画面から出てくる勢いで近づいてきた。ショールーム開いてメイドアップビビるわ。綺麗な目をしてたんだね。もしかして前髪切った？前髪切ってないね。7月末に切ってからずっと伸びひんねん前髪。やばくない？なんで前髪伸びひんの？知らない。いつも伸びてたからめっちゃ短く切ったら今度伸びひんくなった。どう？白くなった？でもさ、その塗り方したらさ、目の周り黒いままじゃない？今日そんなメイクしてない。ねえ、ここで言ったらいいのに、なんで LINE に言うの？ありがとうございますって。いや、言ったけど、なんかもう一個気持ちをちょっと、もう1段階伝えとかなあかんかな。久しぶりに来たで、ありがとう。ピザって言ったら、ピザ食べたくなってきた、本気で。そう、さっきあんなに食べたのに。あ、寝方になりまー。楽しそうやって、会話が飛び交う。今日は楽しかった、ありがとう。こちらこそ。いじりーぬはよ、あんなピザ出前してやって。いや、じゃあしてみんな。高いやな、だって1枚。そう、あんた自分で頼みで頼みな。あれ、なんか私との金銭感覚が違う。あんたん結構富豪系？いや、あんたん富豪系でした、実は。実は富豪でした。違う。このペン何で使うの？それ回してやるやつじゃないですか。え、でも回してんねんけど、なかなか出てこへんねんけど。カチカチは？それかペンの刺すところ。うん、ない。壊れてんな、これ。いやいや、貸して。ブルジョアやって。いや初見です、ありがとう。あんたん富豪、明日聞いてみます、やって。リアルルリリン、べっぴんさんやったわ、ありがとう。いじり財閥。ピザ1枚くらい買ってあげるよ、やって。ほら出たやん、ユーミンさん。ちゃんと回して。ちゃんと回してよ。初見です、絶対嘘や。あんたんセレブー、マダムいじり。足草とすっぴんメガネ。もうボロクソやん。何、今から何？今から何？種火を回収します。間違えた、周回します。キュリちゃんの髪の毛やったのに全然世界中の種出てこへんかった、やんでんねんけど。これショールームで言っても全然伝わらんからさ。 FGO ペゴペゴ。あのね、私の2部の時のハーフアップの髪型をね、自分で綺麗にできひんなと思って、あんたんやってって頼んだんですよ。って言われたんですけど、今世界中の種が集まらんから待ってって言われて、いや私の髪の毛やったら出てくるんちゃう、優しいからって言ってやってくれたけど出なかったみたいです、残念。マジで出へん。握手会の時結局ネイル乾いたの？乾いた。全然成長せえへんねんけど、ほんまに。ドラクエじゃないやんな、何やった？ FGO、うん、やって。アプリ、アプリ。そし上げ。もうクードのが成長せえへん。レベル40ぐらいで止まっちゃう。アイカブの西澤瑠璃奈、本人、本人やで。あ、ツイッターに書いたやん。はじめましたってツイッターに書いたやん、本人が。はじめまして、はじめまして。すぐメンテなるやつやって。なる、なるよな、だって重いもん。なんかさ、絵が綺麗なものとかってさ、だいたいすぐさなるくない？うん、あとイベント多いやつもだいたいなる。でもその分、あの FGO さんは明日当日券使えるの？使えます。売れるから聞いてよ。聞いてる、運営が優しいねんな。石めっちゃくれんねん。わび石、わび石ありがたい。課金したのにキャスギル出へんかった。流しそうめんするやって。マジで楽しい。毎回ツイッターのトレンドにメンテって書いてないやって。だいたいメン
テが終わったらメンテが始まる。え、結局課金しだしたん？え、そんなん前から知ってるわ。なんや、結局病気やん。うん、そうやね。どうしたらいい？せえへんって言ってたのに。もう1万以上課金してる。あ、1万やったらまだ大丈夫や。でも初めて1ヶ月やで。え、1ヶ月？ほんまもっとやってない？やってない。嘘だー。だってせ、だって総選挙ぐらいから見てた気がした。やってない、それ別のやつ。別か。別。めっちゃやるやん、意外と。さすが富豪やって。ちゃうねん。私がなんでソシャゲをやらへんかって言ったら。あんたん金持ちなん？課金したら負けやってきてんで。いや、無理。課金しないとだって出てこないもん。そうやねん、課金しないと出てこないんですよ。あんた前の握手会でも課金してるって言ってた。前っていつ？嘘だーの言い方かわいい。ありがとう。前も龍角散ベリーブルーベリー味スコーやって。美味しいよな。あんたんこの前くれた。この前って言ってもめっちゃ前やけど。課金しても出えへんやろ。やって課金はね、王様とエルキドゥだけはどうしても出えへん。マジでやりだしたら止まらん。止まらん止まらん。まだ握手会もう終わったよ。ルリリンは女神。私に回さしてみる。ガチャ、うん、いい大丈夫。ジョー良かったで言ってたな。うん、イソちゃんは全然あかんかった。言ってたな。イソちゃんドブドブやった。もう私ね、私ね、結構ね、いろんな人にこれ、じゃあ今度あんたに回してもらうわ。たまって回してほしいの来たら。うーん、うわ、かさぶためくれた。めくんねん。じゃあ触ったら取れてん。あんたん最近ねひどいんですよ。聞いてください。リップ見るくせにね返すの忘れてたって言ってね、何も返信しないんです。私めっちゃ寂しくなる、あれ見たら。めっちゃ、うわ、あんた私のこと嫌いなんかなと思いながら。嫌いやったら一緒にいい日。うえ。それは悲しい。痛た痛た。ほら、ほら、あんたやで。うるせえ。脱皮したルリリン。重いやで。ゆうちゃんはすぐ返してくれるね。早い早い、めっちゃリプは返そう。若林。私 LINE もそうやけど返そうと思った。確かに今のさ、今の話さ、オードリーさんの漫才に来てる。でーじゃなくて、私おえって言ったけど。コミケ行ったの？行ってないよ。行けるわけないやろ。ねえ、私もファビュラスしたかった。私もいろんな、カノー姉妹の、カノー姉妹さんの行きたかったコミケ。いっぱいやったのに。誰か私の代わりに買ってきて。めっちゃ叫んでるやん。荒れている。ファビュラス。ずっとここ行っめっちゃ混んでたらしいで、カノー姉妹のやつ。そりゃそうやろ、カノー姉妹、カノー姉妹さん。ファビュラス、カノー姉妹さんは受注生産で後で買えるやって。そうやで、やのにあの転売してるアホなやつらがいるから。転売ダメ絶対。ほんまになんで転売すんのかな。完売だったって。うん、完売はしたけど転売。すげえ。マジで売ってる人の気持ちになれよとめっちゃ思う。6日のライブの時、ルリリン猫っぽかった、可愛かった。そう、猫の髪型しました。ありがとう。やっぱりバーサーカー強いな。私ももっと押し来て、全然押してないメンバーばっかり来る。カードはーってなる。お前いらんねんってめっちゃなる。
お前いらんねんじゃない、みんな好きやねんけど、でも特に欲しかったものじゃないからピンとこうへん、わかる、うん、あれあのなんかめっちゃレアやけどピンとこうへんみたいな。私アイドル育成ゲームのさ、申し訳ないけど良さがあんまりよく分からへんねんけど、どういう良さがあんの、あれ。ストーリーが良い。なんかその人だから、例えば最初は結構バチバチやったのに、あとあとなんていうの、こう絡んでいくのが増えるにつれてその関係性が良くなっていくっていうか、こうライバルでありながら協力し合う姿にも感動するし、あと先輩が出てきた時はなんか本当にその先輩2人組のユニットやねんけど、不仲説が出てたりとかするけど本当はめちゃくちゃいい先輩で後輩思いでスタッフにもすごい優しくてみたいな、感動した。ただカードは可愛い。回す前に1回出るっていう想像してからやるといいで。この前10連で2枚レアが出たで。2枚レア出んのはまあ割と普通やねん。違うねん、想像しても欲しいものが来へんねん。そんな安易に出たらもうこんな苦しんでないこの世界。レアは出てくるねん、欲しいのはレアじゃん。オタク語るやん。やってうんうんって聞いてくれて、めっちゃ優しく聞いてくれてる。泣かないで。じゃあ星ちょうだい。同情するなら石をくれ。あー石ー、物欲センサーが働いてますな。泣かないでー、かっこ笑い。オタク語る、わかるわ。もうちょっとさ、ユーミンさんさ、思いっきり投げて。いや、優しさがあるだけ。オタの叫び。意思拾ってくるわ。好きなキャラ出ると嬉しいよね。もう嬉しいどころじゃない。もう喜びの舞。わかる？ずっと肌白いし、俺。ごめん、来てなかった。なんだよ、肌白い。ほっぺのやつなんか薄くなってない？目の下ここ、ここ何分間ぐらいするやつなんですか？うん、もういいんじゃない？ちなみに明日東京朝から悪天候ですやって。あーあー、マウンかい。お風呂入ってピ。助っ人天使どうだった？助っ人天使めっちゃ緊張しました。もう吐くかと思った、ほんま。意外とだから裏でも何回か喋る練習してました。始まりから終わりまで自分の中でイメトレしてました。こいつの攻撃強。ネイル黒くなったのね。そう、ユーミンに借りたんです、ネイル。そう、確かに。爪返すな。何、おっぱい痛い？笑ってる笑ってる。あ、待って、黒パン投げるのやめて。黒パンじゃないし。あ、ほんまや。ネイビーマットな感じ、ほら、ガガガガガ。ココちゃんが昨日ショールームでルリちゃんのこと感謝してるって言ってたよ。わあ嬉しい。崩した飛んでくるよやって。臭いやつ。やばいやばいやばい。あ、臭い臭い臭い。あ、臭い。映りたがるくせに映ったら嫌がんのかーい。これ後で YouTube 載せられてスクショされんで。やめて。配信だ。はい、早かった、はい、早かった。はい、でもだか全然マジ世界中に溶けてこねえ。ホラーやって。ホラーじゃねえよ。あんたん出ないの？出れないの？出れない。出ないやろ。でもその顔は結構割と世界中にさらしてるやん。これがあかん、これが。あー、でも今ユーミン顔だけ映したで。あかんか。あった。なんであんなアンタンコールしてんの。はい、用もないのに。
幽霊出たやって今日初めてルリちゃんレーンいたよ、ありがとう。ハスハスしてる人がおんで、ハスハスしてる人バカ、もう家から早入って怒られてやんの。あ、靴下に iTunes カード入れてあげようやって、わーい喜びの舞マジでマジで言ってる。全然フレンドになってくれへんねんけど。わかる。なってよフレンドに。何がこの。ルリリンほんまに私の友達に顔似てて親近感やばい。大丈夫、似てない。なんかさ似てるって言われたら嫌じゃない。いや、あんま嬉しくない。わかる。なんか別に嫌、めっちゃ嫌じゃわけなわけじゃないねんけど、あんま嬉しくない。なんかあんたにそっくりな店員さん見つけたみたいな。そのそっくり度合いが気になるよな。でもなんかちょっと嫌やな、もうなんかドッペルゲンガー並みに似てたらオッケー。なんか嫌やなと思って、なんか知らんけど嫌やなと思ってうん、なんでなんやろな、あれちゃう、あれやん言葉が出てこんかった。どういうなんて言ったらいい、こっそりあんた映してみて。なんて言ったらいいや、なんでなんで嫌なの、なんて言うの、なんかなんか嬉しくない。誰か誰か言って、誰かほら、私は私やん、あれあれ、そうそれそれそれ、私はだ他の誰でもない私やからさ、そんなん言われてもって感じ。完璧に似たらオッケーなんだ、オッケーオッケー、完璧に似てたらオッケー、ドッペルゲンガーやったオッケー。あ、似ているってことがアイデンティティクライシスを起こすんだよ、かっこ知的やって女性は同性が嫌いやん。そんなことないやな、さっきまで腕組んで歩いてたやんな、うん、めっちゃ仲良しやった。なんなら恋人つなぎしてたやんな、一方的にね。で、二の腕の内側はコスコスしといた、めっちゃ痛かったから、シャリ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 って、またすぐ起こしてから楽しかった。ルリナはルリナで天然記念物生き別れの双子、あら、それやったらオッケー。これ見て、これこれはでもちょっとあるかも、どこにでも いる顔感が嫌なんやろ、これは悪くない、それある、あるある、それすごい共感、誰、うん、分からん。ね、ももりねさん、あ、それある、それある、なんか私ってやっぱりすごいありふれた顔してんや、あ、これも分かる、自己嫌悪、似てるって言われてもさ、自分は見たことないからいまいちピンとこんから何とも言えん、いいやって感じ。うん。めっちゃハサハサしてる人おんねんけど、大丈夫？元気？あ、唯一無二の存在でいたいやって。はい。誰が？あ、でもこれある。似てるって言われても反応に困る。あ、めっちゃわかるそれ。うん、なんか自分見たことないから逆に、あ、そうなんやぐらいの。なんか、へえ、え、なっちゃう。あ、そう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 。あ、そうなんやぐらいしか言われへんやん。会話広がらへんそっから。めっちゃここで会話広がってんねんけど。ナンバが生んだ天才さん、こんばんは。いや。お風呂で怒ってるユーミン、どうしたユーミンさん、怒んな騒がしい、いや私のシャンプー邪魔って初めからそこ置いとったかな、それ私のちゃうで、私のちゃうで、使ってええで、ちなみにずっとそこに置いてあるやつやで、どこでも怒るやんやって年 B って顔面偏差値高いよね、いちいち反応がでかいな、そうかな、うるさいわもう、君もや君も君も、姉子うるさいやって、今のはユミさん足荒いよ俺もゴリラに似てるって言われるけど嫌やもんなやってゴリラは嫌やな、そんなん
たら私一発で切れるのかって。でも私 B 型やねん。でゴリラって全員 B 型らしいで。だからって言ってから「お前何型?」ってやって「え B 型?」って「うわゴリラや!」って言われたらちょっとイラッとする。そんなこと言ってくるやつおる。殴り飛ばすわそんなやつ。ぽくないねやってよく言われる。え私何型っぽいですか？この人めっちゃおもろい。えインド人も全員 B 型なん？日本人だけやねんって。クワガタってきた。えでもこういう斬新な好きやけどな。私的にはこうなんかなんてやろジワッとくるの好きやねんけどな。お椀型。それお胸の話やん。歯型。めっちゃおもんない。ガタガタ。それもコメントで見た。みんなと同じ考え。ゴリラの正式名はゴリラゴリラやって。ほんまに？ボボボボボボみたいな感じ。歯型ってきてんで。歯型は滑ってるやって。うるせえ。バッサリいくやん。私面白くなかったらなんか笑えないね。うん、じゃあ山形。あっギャグセンス高めよ。あんたんキレの調子悪いんやって。えどう今日の調子は。ちょっとウエストやってるから無理よ。え何話。血液型と性格の関係性は皆無であることを日本人学者が証明しています。それな。逆にさアニメみたいなさほんまお人よしってなかなかおらんくない？うん、だいたいみんな自己中やで。それが許容範囲であるかないかじゃない？うん、人に対しての人に。ルリナって割とゲラ子やろ。ゲラ子って何？めっちゃ笑う子。ゲラってあるやん。ゲラじゃあかんの？うん、いいよ。笑いやすいとかなんかそういうこと。哲学っぽい。今のはだけで天才って言ってくれるの嬉しいな。楽やな天才なの。占いとか人間に当てはまるように作ってあるような。そうなんや。でもなんか当たり障りのないこと言うって言いますよね。でも生真面目って言われる日本人とドイツ人は A 型の比率が高いんだよな。なんか血液型っていうよりも DNA なんかなそれは。うん、遺伝。このアクリルスタンプ超欲しい。あんたん紐にしてやって。統計学やし。 B にはついていけないことが多かった。 AB 型は機嫌悪くなると黙る。 AB 型じゃなくても黙る。我慢。このさ血液型ではこの人はこれやからこうって決めつけられるの超嫌。どうしたん今日のおでこのニキビ。話を変える。あ、分かるやって。なんか B 型なんだ。 B 型ってこうだよね。うん、あ、だからわがままなんやって言われたら。そう A 型のわがままどうすんねんなる。だからもうそういう先入観があるからこの子はこうやって決めつけがちやね。うん、ルリリン心のゆとりを持てよ日本人。ルリリンは何型と相性いい？え、何型とかみんなの血気にしたことないわ。あんた熱いなやって。 B 型気分やって言われてるな。みんなじゃない？みんな。うん、そんなみんなや。人間みんな気分ややろ。でもそうやって血液型でくくるのやめてほしい。
めっちゃ怒ってるやって。でもね、O型の人は全ての人に和血できるんだよ、輸血できるんよ。それまた話変わってきてるから、なんででもなんででもねって話つながっとらんからな、それ熱弁扱いづらいやって。嫌なことあったんかやって。あんたなんで機嫌悪いの、あんたゆとり持って。結局人それぞれですよね。そうそうそう、そう、今日ずっとイライラしてる。さっき歩いてる時もイライラしてたもん。だって世界中の旅で Google マップに舌打ちしてた。だってあれは Google マップがなんか読み取れへんってずっと言うから。 Wi-Fi つけてんの。コミケ行けなかったから嫌やって。コミケ行きたかった。コーヒー飲もうやって。コーヒー、あ、こっちやる。砂糖ないわ。バブーやって。もう癒しが欲しい。お腹すいた。優しく抱きしめてあげたら。あんたおいで私のお胸に。大丈夫やって。ダージリンか、私レディーグレーの方が好きやねんな。ああ。お腹すいたよルビちゃん。ピザ食べようかやって。ほんまに？コメントでな。もうさ、お腹空いたって言われてもさ、どうしたいん、逆に何してほしいん。マジで。うん、全然ごめん、全然共感してほしいんだな。優しくするよりキスをして。嫌じゃ嫌じゃ嫌じゃ。背中から抱きしめたろかえって。実際さ、うん、え、全然ギュッてやられたらびっくりしてうわーってなるもんね。それ君が悪いねん。それ君が悪いねん。コンビニ行けばやって。ザ正論。コンビニなんかほんまに今私の願望としては、お腹すいたって言って、うん、じゃあないな、はいポンって言って出してくれる、そういうお母さん。ママ。ごめん、一回下げすむような目で見てしまって。誰かわからないまま背中から抱きしめられたら怖い。そりゃそうでしょ。そりゃそうやろ、そんな変態やろ。いや、誰かわからない人に抱きしめられたらもうビビるわ。怖い。へーってなるわ。なんか殴るよりもまずもう何も出えへんと思う。え、 足踏んでから腹パンしてからの顔殴るの。そんな急にやられたら出えへんって。一番だって吐息で終わりそうやん。もうさ、びっくりして声出なさそう。しか言わなさそう。あんた、私一回でもバイト、あ、そういうのいらんから。顔めっちゃ寂しい。めっちゃ寂しいな。怖い怖いやって。あんた暴力的やな。やさぐれショールームなってるでやって。え、だって普通に抱きしめられたら殴るやん。それがそういう関係の人やったら全然大丈夫やけど、誰か分からん人やったら嫌や。それみんな嫌やな。全然知らん人にギュってされて嬉しい人なんて逆にいいのかな。さあ、寂しかったらしてほしくなるんちゃう？知らんけど。ルリリンオンとオフやばいね。私逆にオンとオフあんまないと思うけどな。いつでもこんな感じ。そうやな。うん。いつだって変なテンション。前からやったら大丈夫やって。これめっちゃおもろい。前から。ああ、俺も腹減ってきたからコンビニ行こうかな。ルリリンとあんたは何がいいやって、これがイケボで流れてきたらあんたが喜ぶわ。桜井ボイス、ね、高ピロボイス、ブルーパワーボイス、ピンクパワーボイス、グリーンパワーボイス、これなんやろ。
さつまいも入りのドギーマンでも当たるとき。ここのショールームの人大体分かってる？いや意外と知らない人多いと思います。知ってる人もいらっしゃいます。もちろんあんたん怖いでやって。あんたん大丈夫？どうした？あんたん何欲しい？どうした？じゃあお金欲しい。あんたん酒入ってる？やめて。私のショールームでそういうゲスいこと言うのやめて。iTunes カード欲しい。フリやん。フリやん。ルリリあんたんに冷たい。そう？めっちゃ優しくない？私。普通じゃないってこと？普通。めっちゃ優しいやんな。あ、そう、そうでも、そうでもないみたいな顔するのやめてくれ。あんたん更年期なんかやって。スタバカードで許してやって。いいよ。あ、いいって。オッケー出ました。オッケー出ました。でもそれより私使い捨てのマスクとホットアイマスクがいい。さっき買ってたやん。うん。こういう NMB のノリ好き。ちょっと待ってて、5枚でいい？やって。ガチやん。好きそうしたのにめっちゃおもろいや。ありがとう。いいお気持ちだけで十分。ありがとうございます。いいのかよやって。今日は握手会ありがとう。こちらこそありがとうございました。アンナちゃんどうしたの？ルリリにまだ会いに行ったことないけど、私知ってる？わかんない。名前はなんとなく。ちょっと曲流すのやめて。あ、ちょっとちっちゃくしたな。ちょっとちっちゃくしたな、気使って。あんたんコンタクトの洗浄液忘れたのでは？やって。あるやんな。あるよ。初見です。お、ありがとう。日本三大珍味あん肝。ちっちゃい声で絶対嘘やって。iTunes カード送ることで金券劇場前に落としとくから拾ってねって渡し方が。そういうノリの人すごい好き。じゃあ暗証番号付きのアメックスのブラックカードで許してやって。分からへん。キャッシュカードっていうのこれは、うん、使ったことないから分からへん。魔法のカードや。魔法のような悪魔のカード。怖い。あんたんシュークリームかアイスどっちが良い？みんななんかちょこちょこ彼氏ボイスみたいな流れてくんねんけど、なんやろなこれ。どっちも好きじゃない。あ、どっちも好きじゃないって。あんまり好きじゃない。握手会でこっそり手のひらに渡すわ。こうこうするやん。生で渡されると私その後どうしたらいいか分からへん。もうちょっと袋に入れてきて。ひどい。こんな優しいのに。iTunes の星 DM しようか。 DM 受け取らんよな、まず。受け取らんの。え、あれさ、インスタやってたっけ？やってない。やってないの？やってそうやのに。やってない、めんどくさい。ここで言うな。あれ、おしゃれさんがやるから面白い。私おしゃれじゃないけどやってる。何それ、なんか吐くん今から。アメちゃんやるから許して。アメちゃんいらん、ガムちょうだい。プリンとヨーグルトどっちがいい？ヨーグルト。あとは乳酸菌取ったらあかんって言われたんや。なんで？今日はナオファンの人にな、ニキビができてる時は乳酸菌あんまり取らない方がいいんだよって教えてもらって。なんで？あんか知らん。そうなんや。じゃあプリン。でもプリンもそんなに別にやん。そんなことないよ、おしゃれやって。たこ焼きが欲しい。これネダル配信ちゃうんやわ。言うだけ言わして。そやな、言うだけ言っとこ。理由も聞かないって。ルリナはインスタに肉じゃが載せるほどおしゃれだよ。バカにしてない。でも載せた、ほんまに。ほんまに載せた。カレーも載せた。胸なんかないやん。めっちゃ真顔。あんたんレベル高いよな。あんたんおしゃれ、めっちゃおしゃれ。服好き。私がおしゃれなんじゃなくて、服をプレゼントしてくれる人がおしゃれなんじゃ
ち自分のあまり服買わない。買うで。私の。ああ。そっか。さやかちゃんにラーメンもらってこれば。そっか、私今ラーメン食べたいんかもしれない。さっきピザって言ってたやん。今たこ焼きって言ったやん。やっぱりどっちも全部食べて。あんた美人だと思う。やばい、スイカ食べなきゃ。そんなに。グフ姉さんチーズチーズ。じゃあけどさ、ルレナパイは乗せんのか。絶対さ、だってさ、だって今日さ、うん、本当はみんなでプール行こうって言ってたんですけど、いろいろあって行けなかったんです。だから私のビキニ姿は延期になりました。残念。でも一応水着持ってきたいけどね。見る、水着見たい。めんどくさい。なん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 ？私の見る？いや、上やん。うん。一応 B さんも持ってきてんで。マジで B さんも持ってきてない。ええー、やって、みんなからええってきてるコメント。ちょっと時差がある。あんた目つぶってみたら美少女。何も見てないやん。でもほんまに思うねんけどさ、絶対みんなカメラに自撮りに騙されてるよな。私あんま顔変わらんもん。マジで私ほんまにさ、いやルリちゃんは顔変わらんよ。ルリちゃんはそのまま可愛いけど。ありがとう。私は言うて、あんたもメガネさせんかったら変わらんで。いや私は臭いで。全然。お、ユミさん裸か。お、ここにあれあるあるやん、バスローブ。そうやで。ユーリちゃん曰くあんたんはすっぴんにメガネがダメだって言ってたな。今あんたメガネ映したかったな。見られた。ではいつでも寝れるこの体勢。あれ見るんやろ。見る。でもお腹すいた。じゃあなんか今のうちに行ってきたら。なんかいる。だって見るにあたってみんな絶対何か食べる。全然いらん。この前もめっちゃ集中して見たやん。でもお腹がいっぱいだったから。全然。逆にさ、なんかその食べる、もしなんか見ながら食べるってなったらさ、そっちにさ視線いくからさ、全然集中して見られへんやん。手が勝手に動くからええ。動かへん。ルリリンのすっぴん見てみたい。ツイッター載せてますよ。あのメロン切ってる写真、すっぴんです。完全におしゃれメガネにしたらやって。いや私の場合銅とかが関係あるかな。そうなんや、うん、そんな目悪い、うん、じゃああれちゃんほらメガネ外した時にあのドッキンドッキンになるやつちゃん、メガネ外した時に恋に落ちるパターンや、男の人が。そう逆に少女漫画でよくある展開な。お前はこれを外せばいいんだよみたいなやつな。あれ、はい、お疲れ様です。自己解決。俺みたいにレンズに色入れようやって。なんか前にメガネ忘れてきたって言って東京でおしゃれメガネ買ってなかったって。それは伊達メガネ。その時は目が腫れてたから伊達メガネをつけようと思ったのに、その伊達メガネを忘れたから東京で買って、うん、こうと。メガネ女子萌えやって。それ私の前で言えんのか。言われへん、そんな安易に言われへん、あんたの前で。ユーミン溺れてないやって。溺れてないわ。ルリちゃんあんまりメガネかけんよね。目悪くないしなあ。だってなんかあんま似合わんなって。あんま似合わんなって思って自分で。でもメガネね結構ね好きなんですよ。だから散歩行く時とか自分かだからお昼とか散歩行く時はあれほら何UV カットみたいなのあるじゃないですか。目から日焼けするって聞いたから
UV カットのして帽子かぶって黒のジャージ着てめちゃくちゃ不審者で歩いてます。あ、今の言ったらあかんわ、歩かれへんくなるわ。視力いくつ？ 1.5 以上ある、多分。私メガネ外したらもう全部見えへん。私生活に支障きたすぐらい。そう、うん、今はルリちゃんがどこ見てんのかわからん。やばやばー、ルリちゃんがどんな顔してるかもわからん。こんな顔してる。どんな顔してる、もう見えない、わからない。今目細めてたけど寝てるみたいに見えた。やば。でもこっち向いてるってのは分かるやろ。こっち向いてないって言われたらこっち向いてない。今はそれもニュアンスで分かる。今体顔が動いた。今は今こっち向いてるやろ。うん。動きは分かるよ。ああ、やばいな。でも携帯はこれぐらいでやっと見れる。同じくらい目が悪いですやって。そんだけ目悪いんだったらレーシックした方が怖くない？だってレーシック高いのに20年後とかまたやらなくなる。あ、そうなん？え、あれやろ、目ん玉にレーザー刺すんやろ。あの目の皮削って。みんな簡単にレーシックレーシックって言うけど、あんた高いねんで。あれ怖い、保険効かへんし。あれ多分全体のシルエットがぼんやりわかるぐらい。自分も視力良くないのでわかりますやって。角膜、あー角膜削るねんて。でもね、私レーシックって何やろうと思ってググったら目ん玉パカってなってた、うん、こんな感じ。メガネしたらいいやん。ここだけ映したらあくびしてる、あくび。痛くはないねんて。私コンタクト外したら人間の首消える。すごい斬新。それおもろいな。オイラやったけどめっちゃ見えるようになったよやって。いくらしました、いくらしましたやって。周りでやってる人が何人かいるけど楽そう。麻酔するからね。その後痛くないんかな、目ん玉。30万くらいやって。ほら保険聞かへんねや、うん、聞かへん。ルリトくんこんばんは。ルリトくん今度遊び行こう。安易、安いのはやめときなやって。分かった。へえ、すごいな。乱視は治らんねんて。乱視や、乱視で遠視やもん私。へえ、何それ。遠いところ見えん。近いところは見えんの。それ近視、うん。え、近いところが見えへんのは禁止。近いところが見えへんって何？歪むとか、あの老眼の人とかがさ。え、でも結構見えへんくない？これは普通か。ここら辺で見えへんかったらちょっとあれってこと？もう普通やったらこれぐらいやったら普通見えるけど、うん、見える見える。それがもう見えへんの、なんかぼやける。あ、そうなんや。でも課金するお金さやめたらできるんちゃう？そうやな、仕事じゃなくてもう生きがいもんな、それが。生活費やから、生活費を削ってまでやりたいかって言われたら嫌や。あんたんなら30万円分の漫画買ってそうやって。買ってるわやって。そのうち近いところも見えなくなりますよやって。なんでそんなこと言うんですか。ネイルをやめたらいいんじゃない？ネイルしてないやんの。の。うん。指先にお金かけるんやったら本にお金かける。でも指先って大事じゃない？女の人は指先大事やで。結構手先見られるで。あんまりいいです。でもなんか私今日話してんさ、これやったやんか。
なんでそんな気持ち悪い色つけるのって言われた。結構私的にはめっちゃ気に入ってるんですけど、うん、男性とかはさ、そういうネイルとかあんまり縁がないや、自分でやらへんから、うん、そういう風に感じ取っちゃうんやろうけど。そうなんか、私は爪になんか、じゃあ女の人は、男の人は普通にシンプルの透明なやつ、ピンクとか薄いピンクの方が、うん、女性らしくて綺麗って見えがちだね。うん、そうそう、いいらしい。そうなんや、うん、マットええやん、いいでしょ、めっちゃ可愛くない、マットな、可愛いやんな、これ。可愛い、めっちゃいい、なんかめっちゃネイビーって感じじゃなくて結構暗めな感じ、落ち着きのある女性って感じの色。私が言ったらあんま説得力ないけど、え？私もあんで、いや持ってきた記憶ないな。でもその色めちゃくちゃ可愛いと思う。わ、嬉しい。いや、そもそもいいわ、その色買うわ。やってルミコのやつやんな。うん、1600円税込みやって。ないわ。男的にはネイル自体しなくて OK やって。健康的でないような。私やってないやから。綺麗やんな。私はたまにずっと透明なんつけてた。だからでも最近楽しい、ネイルすんの。たまにやるけど、だからやってちょっとしんどいなと思ったらすぐ外すね。なんかさ、一回さ、一回ってか私もすごい興味があったからセルフネイルをしたんよ、うん、なら普通になんかご飯とかそういう水洗いとか、うん、食事とか作る人間やから、うん、なんか父親にご飯作るやつがネイルするとかそんな不衛生な、やめる、気持ち悪い、お前の飯食いたくないって言われてから外した、うん、そやな。でも手袋したらいいんちゃう。そんなお金かけて。そんなあるで、うち。いやいや本気やん、声近くなったやって今ここに座ってます。家庭的なあんた。お腹空いてごらん。でもさ、ピザがいいねんて。でもさっきラーメンって言ってた。その前たこ焼きって言ってた、うん、がっつりくんな。昨日だって帰ってきてからカツ丼食べましたもん、ね、そう、あんた食べてさ、あれ12時過ぎぐらい、結構過ぎてた。しんど。なんかだから私はすぐ嫌になったら、だからすぐ外してしばらく何地詰め、うん、でまた気分が向いたら、わかる、なんかおしゃれしたい気分になったらつけたくなんね。わかる、大切な時塗ってんもん私やから。へえ。興味ないか。そんなことない、あんま塗ってる感ないから。なんか大切な人に会う用事とか。誰誰誰誰誰誰、例えばよ、うん、そのでもさ、お仕事気合入ってる時とか塗っちゃわん。塗っちゃうよな。いつ最後いつなったかな。でもゆいかおりのお二人に会いに行くときは、あー、それやな、大事やな、うん、やっぱオタクやわ。だってもうその大切な人に会うのに、うん、ちゃんとした格好で行きたいと思うし、うん、自分の万全な状態で行きたい、うん、だから分かる。その1ヶ月前からお菓子もやめて、意外ってやるもん。やる。だから私はそのタイのライブに当たって、うん、絶対肌万全の状態で行こうと思って、めちゃくちゃおでこの真ん中にニキビできて昨日カツ丼食ったやつが全然めちゃめちゃ万全って言うな。そうなんか気をつけてたのに気づいたらできた。逆にあかんのじゃない、なんかちょっとストレス溜まってるんじゃない。それで、うん、ずっと我慢してたもんだって。アントンやばいじゃん。アントンって誰。アントンやるやんやって。夜中にカツ丼食べる人だと思えない。タイっぽくていいやん。全あおでこにね、真ん中にね。それ全員のタイ人バカにしたで。全タイ人の方を。世界中の種のせいだねやって。いやもうほんまにな。なんで出てこへんの。みんなどうやって周回してんの。ん？私逆に出た時はもう諦めきってる。
そういう期間やと思って、とりあえずでも乾燥はさせへんように頑張る。それ以上ひどくならへんように頑張る。あ、今ニキビの話してる。今何の話してる。世界中の種の話してる。世界中の種の話は知らん。もう課金して。いや課金したって出てくるやつじゃないの。男は手先まで見てないからね。見るやんな。見るよ、見る人は見るよ。え、見るよ。そりゃ好きな人は見るよ。そりゃ興味ない人は見へんけど。あんたん背中のプラグ抜けてるでやってめっちゃエヴァヌされてるやん。信じ。握手の時は見るやって。私も今日だってネイル塗ったって言ったからか知らんけど、みんな見てくれた爪。じゃあ今日はそろそろ終わろうかね。顔そろそろ終わった方がいいやんな。だってバスローブつけてる。うわ、え、何それ持参ちゃうわ、なわけねえだろ。ということで今日はそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございます。バイバイ。待って、順位読むから。アスターラレスさん、12位メダカさん、11位イモサさん、10位コチさん、9位ラピスさん、8位ジュンヤさん、7位ナナさん、6位大五郎さん、5位ジョーさん、4位モモタネットさん、3位ダリアアットメンドイの好きさん、2位チキンナムさん、そして栄光の第1位はたこ焼きさんです。ありがとうございます。イエーイ。じゃんけん頑張ってね。やって、明日も頑張ってください。お、ありがとう。予備戦何見てんの。パパが帰ってきた時の犬の鳴き声の動画。かわいい。バイバーイ、見てくれてありがとう。15分は経ったやんな、うん、めっちゃ喋ったやんな。だって、うん。